はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタンキムラです。今日はですね、テクニカルバトルの緑の試練編ですね。こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとね、ステータスはご覧の通りです。ではアビリティをね、見ていきましょう。まずはリーダー、セロハンですね。漫画イカ様取り込む経験カウントアップをつけてます。まあ、ほとんど攻撃受けないので取り込む経験は、いらないかもしれないですね。そうですね、食客の移動じゃなくて決意ですね。こっちにしてみましょう。まあでも出番はないですね。でそして、メインアタッカーのシゲチですね。緑の手配なのにメインアタッカーのシゲチ。勇気ワンモア壁を伝わる波紋ですね。こちらをつけています。そして決戦ディオですね。運命点数ファイアボン、こちらをつけてます。そして、控えですね。控えは喧嘩と愛をつけてるジョセフですね。育成枠です。そして、フレンドにはロハンをね、迎えてます。では参ります。さすがに緑手クワなので、無駄利用を置いてる方が少ないのでね、自前でなんとかね、ファイアムーンで消したいなっていうのがあったんで、こういう構成になってます。はい、しげちですね。で壁ハーノモンで剥がしつつ移動ですね。まあこうすることによってやりやすいということですね。で問題のすごい受けたな問題なんですけど、キャプテンテリーですね、鱗カッターと懐中戦があるので一応気をつけるようにしないといけないんですが、無駄利用でね、無駄じゃない、決戦利用で押し込みつつ倒すという感じですね。鱗カッターをわざと出させてですね。さあ決戦利用、回復に取れなかった、取ってほしかったですね。さあ続いては第2ラウンド。決戦ディオこれで済むかな。よし、回復しました。さあ今度はセロハンでちょっと押し込みつつなという感じですね。まあこういうふうにね、ちょっとずつ、削っていけばしげちがね強くなっていくので。産物ね、重ねていけば本当に強くなるんで、しげちは頑張ってもらわないとなっていう感じですね。さあ続いてはどうしようかな。しげちでちょっと押し込みながらいきましょう。あ、倒せてなかったですね。倒せてなかった。うん、はい、2ラウンドもクリアですね。そして3ラウンド。
もうここはすぐにね、しげちと行きたいところなんですけど、一応弱点をね、ついて一応カウンター無効にしたいところですね。まあ、別にする必要性は全くないんですけどね。で、一応まとめて置いて、しげちの CS で、おお、すごいかばってる、すごいかばってる、すごかったいやー、すごかった、しげち、いや、しげちじゃないですか、犬ですね、犬の可愛がすごかった。さあ、どっちに行く。さあ、犬が変わって死にました、倒れました。産物が乗っていく、乗っていく。さあ、これも一応は、何もしなくても大丈夫でしたね。まあ、あまり弱点をついていく必要性はないんですけどね。このようにして、いけば、まあ、簡単にできるかなという感じですね。あとはもう自然に任せてですね。一応弱点ついておいて、これですね、しげち CS すると倒せてなくてもいけたんですが、あ、倒せましたね、いけるんですが、ワンモアでね、そしてですか、壁波紋で一平がしながら、剥がしながらですね、こう待つと倒せました。あとはホルフォースだけなんで、弱点をちょっとつきつつカウントをねアップさせて、カウントをねつくだけでいいです。ホルフォースは今わざと、残しています。はい、続いてはもう誰でもいいという感じですね。しげちは産物結構持ってるんで、また産物を余計に乗せておいて、あとはもう簡単に倒せるという感じになりましたね。もうほんとしげちがいるだけでこんなに違うんだっていうね、簡単なクエストになってしまいました。はい、ちょっとねグダグダしてましたけど、一応クリアすることができました。ではですね、最後まで動画を見ていただいて誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストバタイ。